司法書士試験合格ならリアリスティック一発合格松本基礎講座。司法書士試験の講師の松本と申します。リアリスティックチャンネル、今回のテーマは本番が最高点、試験に超絶強い人の特徴4選。このテーマでお話をしていきたいと思います。本番が最高点、そうなったら理想ですよね。ぜひ皆さんにそうなっていただきたいので、この動画で試験に超絶強い人の特徴、それを4つほどご紹介していきたいと思います。この動画は元から試験に強い人、そういった方はご覧になる必要はありません。そういった方もいらっしゃるんです。例えば大学受験に現役で第一志望に合格できた。初めて受けた大学受験なんですけれども、失敗することなく問題なく合格することができた。あとは他の難関試験、例えば税理士試験に短期間で合格することができた。そういった方もいらっしゃいます。そういった方はもう元から試験に強いので、この動画を見るまでもなく本番の試験うまく乗り切れると思います。しかしそういった方ではない方ですね、ご自身が試験に弱いと思っている方、そういった方はぜひこの動画でお話しする内容を聞いていただいて、少しでも自分がそうなれないかなということで意識していただければと思います。では最初に試験に超絶強い人の特徴、その4つをご紹介したいと思います。こちらの4つになります。まず1つ目、シミュレーションの徹底。2つ目、失敗を受け入れる。3つ目、相対評価を意識する。4つ目、根拠のない自信がある。こちらの4つになります。それでは1つ1つお話をしていきたいと思います。ではまず一つ目の話からいきましょう。一つ目はシミュレーションの徹底になります。試験に強い人は本当に準備をきちんとしているんですね。これは天性で強いというよりは、きちんと準備をしてシミュレーションをして、そして試験に強くなったという方になります。最初にお話しした生まれ持って試験に強いと、そういう人もいるんですけれども、そういった方はシミュレーションをするまでもなく試験を乗り切ることができるんですけれども、そうじゃない方、後天的に試験に強くなった方はシミュレーションを徹底しております。どのように徹底するかなんですけれども、試験始まる前の段階、そこから始まっております。例えば試験会場を下見するとか、あと資格試験だと前年の試験をお試しで受けることができますので、お試し受験をしてどのような形で試験が行われるのか、問題冊子、その質はどのようなものなのか、試験中他の受験生の方はどんな行動をするのか、そういったことを前年から下調べをしているんですね。皆さんの中で去年お試し受験してないよ、今年が初めての試験だよと、そういった方もいるかもしれません。それはもう変えられないので何の問題もないんですけれども、もし今年が初めてで、そして試験会場に全く行ったことがないという方は、ぜひ試験前に試験会場に行ってみてください。今の試験、試験会場が減っておりますので、試験会場の近くのホテルを取る、そういった方も一定数いらっしゃると思います。特に地方になりますと、試験当日はホテルに泊まると、そういった方もいると思うんですね。そういった方は試験の前日から泊まると思いますので、前日ホテルにチェックインしたら試験会場まで行っていただきたいんですね。もちろん入れないということが多いと思うんですけれども、試験会場の目の前まで行く、それだけでも十分効果があります。なぜかというと、人間って初めて行くところ、そして初めて行く道とかって緊張してしまうんですね。どうしても警戒心が出てしまいます。これなぜかと言いますと、人間も動物だからなんです。動物というのは自分の生存、これを一番大事にするんですね。なので初めての場所だと敵が襲ってくるかもしれないということになります。人間社会で敵が来るとかいうことはほとんどないんですけれども、人間も動物なんで、やっぱり初めての場所だと警戒してしまうんですね。どうしてもですね、緊張感が出てしまう。それが試験当日初めて味わう緊張だと、もう試験会場行くところから緊張して、そして精神が少しすり減ってしまうと、そういう状態で試験を始めないといけません。そういった状態になってほしくないので、試験前にできる限りですね、試験会場そこまで行ってほしいんです。電車で行くんだったら電車で試験会場まで行って、そして試験当日通るであろうと思われる道ですね、そこを通っていただく。試験当日コンビニに行くとかいうことであれば、前日に下見に行った時もですね、コンビニに寄っていただくとか、できる限り同じ行動をしていただくんです。そうすると試験当日はもう一回行ったことがある場所、一回したことがある行動ということになりますので、緊張感がかなり和らぎます。警戒心もかなり和らぐんですね。こういうことをぜひしていただければと思います。これが試験始まる前までの話。そして試験始まった後、その時のシミュレーションももちろんしております。具体的にどういうシミュレーションをするかっていうと、主にするのはこの2点になります。時間配分、解く順番、このシミュレーション
ミュレーションと、そして難しい問題が出た場合のシミュレーション、この2つをするんですね。では一個一個お話をしていきます。まず1つ目なんですけれども、時間配分解く順番のシミュレーション、これは徹底的にしております。事前に時間配分、これを決めております。民法に何分かけるとか、会社法に何分かけるとか、そして特に重要なのが午後なんですけれども、午後の卓越に何分かけて、休日に何分かける、そういったことを全部決めてるんですね。何時何分になったらここに移動するとか、そういうのも決めております。それを模試とかで何回も練習して、そして本試験当日も可能な限りそれと同じように解いていくということをします。これ皆さん今からでもまだ間に合いますので、あまりシミュレーションしてないという方は必ずこれからシミュレーションしてください。もしかしたらもう受ける模試がないかもしれません。そういった方は年度別の過去問で OK です。法務省のホームページ、法務省司法書士試験とか検索していただくと、司法書士試験の過去の問題、だいたい5年ぐらいの問題についてはダウンロードできますので、そこで過去5年の問題をダウンロードしていただいて、その問題を解いてシミュレーションする、それでも結構なんで必ずやっといてください。そして2つ目のシミュレーション、難問が出た時のシミュレーションになります。難しい問題が出た時にどうするか、これを必ずしてるんですね。なぜかというと、本試験は必ず難問、難しい問題が出てしまうんです。そういったことを事前に聞いていて、シミュレーションができているというのが試験に強い人の特徴になります。皆さんもやってないんだったらぜひやってください。試験本番、難問が出てきたらどのように考えるのか、自分がどのように思考するのか、それをシミュレーションしてほしいんですね。どう考えるかなんですけれども、こう考えてください。他の受験生の方にとっても難しい。自分だけじゃない。他の人もわからない。そう考えていただくんですね。これを頭の中でシミュレーションしておく。そしてこれから模試があるんだったら模試で、模試がないんだったら年度別の過去問で、難問が出てきた時に同じ思考をするんです。他の受験生もどうせできないな、だから他の人もパニックになってるだろう、そこで自分だけわかる、自分はパニックになってない、わかるというのはこれが難しい問題だと、別に解けなくていいということを自分だけわかるということです。自分だけそれがわかっているってことは有利だなということをシミュレーションしておくんです。そして本番当日難問が出てきた場合も同じように思考する。このように考えることができれば、難問が出てもマイナスにならない、むしろプラスになりますからね。では次、二つ目の話いきましょう。二つ目は失敗を受け入れる、こちらになります。予言しておきます。ちょっと良くない予言かもしれないんですけれども、皆さんは本試験当日、小さい失敗、これは必ずします。卓越でも休日でも必ず失敗してしまいます。どんな失敗するかっていうと、解く順番を少し間違えてしまったとか、時間配分を少し間違えるとか、難問が出てきた場合に先ほどしたシミュレーションそれ通りうまくできないとか、そういった失敗です。休日についてはどういった失敗かというと、休日検討する順番を少し間違えてしまうとか、時間配分これを間違えてしまうとか、知識を思い出そうとしたんですけれどもなかなか思い出せない、そこに時間を使いすぎてしまう、思い出せないけれどもずっと考え込んでしまうとか、そういう小さい失敗をするんですね。もちろん一個もなかったら理想的なんですけれども、皆さん人間なんで、合格者の方も人間なんですね。小さい失敗は必ずします。試験当日、本番当日、問題解いてる時に試験中なんですけれども後悔してしまうという瞬間が必ず訪れる、そう考えておいてください。合格者の方はそれを受け入れるんです。ちょっと失敗しちゃったなぁと、やばいなぁとは少しは思うんですけれども、それをですね受け入れるんです。まあ失敗しちゃったけれども人間だしこれぐらいするような、他の受験生の方も失敗してるだろう、これぐらいで不合格になるはずがないということで受け入れることができるんです。これが大きな分かれ目になります。合格する方は受け入れて切り替えられるんですけれども、残念ながら不合格になってしまう方は、少し失敗してしまうとパニックになってしまう、どうすればいいんだ、もう時間配分崩れてしまった、ここからどう立て直せばいいんだということでぐちゃぐちゃになってしまって、もちろんその後問題を解くんですけれども平常心で解けないとか、そういう状態になってしまうんです。皆さんはそうならないでください。この動画で本試験当日失敗をしてしまう、小さい失敗をしてしまうということを知りましたので、本試験当日に小さい失敗をしてしまったら思い出してください。大丈夫、これはみんなすることなんだなと、合格者の人も 99% する失敗なんだ、だからこっから立て直そう、少し崩れたけれどもこっから調整すればいいや、ここから頑張ればまだまだ全然合格できる、そう思うんですね。それをシミュレーションしてください。これもさっきのシミュレーションの一つに入れといていただければなと思います。こういった失敗を受け入れるということが試験中にできる方、これは試験をクリアすることができます。皆さんもぜひそれをシミュレーションしていただいて、本番当日もしていただければと思います。
では次、三つ目の話いきましょう。三つ目は、相対評価を意識する、こちらになります。司法書試験は相対評価の試験になります。試験中、相対評価であるということを意識してほしいんです。皆さんは、これまでこのように言われていたかもしれません。試験というのは自分との戦いですよ。自分に勝つのが大事なんです。他の受験生なんて考えても仕方ないです。そう言われていたかもしれません。確かに、試験勉強中はそれでも結構です。それが大事かもしれません。しかし、本番の試験中は相対評価の試験であるということを意識する。つまり他の受験生の方を意識することが重要なんです。なぜかというと、試験というのは他の受験生の方の出来、それによって自分の合否が決まるんです。司法書試験はそうですね。今だと合格率がだいたい 4-5% になります。上位 4-5% に入ったら合格なんです。つまり他の受験生の方と比べて上位 4-5% に入れるか、これが重要なわけです。じゃあこれ試験当日どう活かすかなんですけれども、最初の一つ目の話と少し被ってくるんですけれども、他の受験生の方ができないところ、それはできなくて構わないんです。しかし、他の受験生の方ができるところ、それはできないといけないということになります。これは記述ですごい使うんですけれども、記述というのは、これは推測になってしまうんですけれども、私が推測しているのは、記述は丸付けをした後に点数配分を決めます。どういうことかというと、多くの受験生の方の出来が悪ければ、みんなができているところ、そこ点数高くするんですね。なんでかっていうと、平均で点数配分してしまうと、受験者の方の出来が良くないと、基準点がすごい下がってしまうんです。実際に難しかった年度の基準点、これもですね、下がらないですよね。今までの基準点見ていただければわかるんですけれども、70点中ほとんど35点前後になります。記述の試験は基準点ほとんど35点前後なんですね。これはほとんど変わりません。問題の難易度はかなり変わっていて、受験者の方の出来もかなり変わっているんです。にもかかわらず、基準点はほとんど変わらない。なぜかと言いますと、ここからは私の推測なんですけれども、試験員がですね、丸付けをした後に、その後に点数配分を決めてるからということになるんです。どういうことかっていうと、他の受験生の方ができるところはできないといけないんです。そして他の受験生の方ができないところはできなくていいんです。記述が採点される方のうち、ほとんどの方ができてるところ、それが一通りできていたら、実は基準点はいく、そういう仕組みになってるんですね。なので、記述の問題解いてるとき特になんですけれども、他の受験生の方を意識するというのが重要になるんです。どうせ他の人もわかんないなと、こんな申請書、私のテキストに載ってなかったから他の人もわかるわけない。ここはもう書けなくてもいいやと。一応書いたけれども、なんか途中とはになっちゃったな。まあそれでもいいや。他の基本的なところ、売買を原因とする所有権転倒期とか、相続を原因とする所有権転倒期、こういう基本的なところを書こう。そう考えるというのが重要なんです。今、記述の例で説明しましたけど、卓越でもこの相対評価を意識するというのは使います。最初に一つ目の話としてした話なんですけれども、難しい問題が出た時ですね。難問が出た時に、どうせ他の受験生の方もできない。自分もできなくていいや。なぜかというと、相対評価の試験だから、そう考えるんですね。試験に強い人はこのように考えるということになります。では次、四つ目の話行きましょう。四つ目の話は、根拠のない自信がある、こちらになります。最初に申し上げた、生まれ持って試験に強い人、この動画を見る必要はないですよと申し上げた人、そういった方には、ほとんど全てに当てはまります。根拠のない自信があるということなんですね。実はですね、これが一番強いです。ちなみに、私はですね、ある方なんですね。今までの試験全て根拠のない自信を持って、そして合格することができました。例えば、司法書試験なんですけれども、私、試験一週間前に受けた模試の点数、今でも覚えててるんですけれども、午前択一は27問、午後択一は25問でした。記述は半分ぐらいでしたかね。これぐらいしか点数取れなかったんです。この点数って基準点いくかどうかさえも怪しい、そういう点数になります。私が受験した平成22年というのが基準点大体これぐらいでしたので、基準点ジャストぐらいの点数、それぐらいしか取れてないということなんです。となると、普通の受験生の方だったら、これやばいなと受かんないんじゃない。もしかしたらネガティブな思考の人だと1週間後の試験行かないかもしれません。そういった成績だったんです。しかし私どう思ったかっていうと、あ、合格するな、1週間後の試験は受かるなということで、むしろ自信を持ちました。なんでと思うかもしれないんですけれども、根拠のない自信があるからなんです。私は試験当日が一番出来が良くなる、一番いい点数取れると思ってました。なんでかっていうと、試験当日が今までで一番勉強してますよね。1週間前の模試と比べて1週間勉強してる期間が違いますので、一番勉強して臨めるのが試験
当日なわけです。そして本番の試験というのは多少緊張するんですね。なので集中力が増す。私は武者震いがしたんですけれども、だから試験当日が一番点数が出る、そう思ってたんです。実際に本番の試験の方が高得点でした。私は午前択一30問、午後択一は29問でした。記述はやらかしてしまったので、基準点ギリギリだったんですけれども、基準点プラス1点しか取れなかったんですけれども、択一で上乗せをしていたので、合格することができました。このように根拠のない自信があるというのが一番強いんです。模試とかの点数の根拠はないんですけれども、なぜか自分は試験当日一番いい結果が出る気がする。そう思うということが大事なんです。私はそれまでの試験で結果を出したとかいうわけではないです。資格試験は原付の試験とか除くと、初めて受けた資格試験が司法書試験なんですね。なので根拠を持ってるわけないんです。いい大学に合格したとかそんな経験もありません。しかし根拠ない自信があったということになります。このようにお話ししておりますけれども、正直根拠のない自信を持つというのはですね、皆さんの考え方次第ということになるので、絶対にこうすれば根拠のない自信持てますよという方法はないんですけれども、少し持てないかなということで考えてみてください。絶対にこれがないと合格できないというわけではないんですけれども、根拠のない自信があると本番の試験で今までの模試より高い点数が取れたりしますので、私が実際取れてますよね。こうなりますので、ぜひ根拠のない自信を持てないかというのをですね、考えていただければと思います。本当にこういう勝負事って自信があるかどうかで変わるんです。私、講師という職業をしてます。講師という職業はですね、毎回の講義が本番なんですね。皆さんで言うと試験当日になります。なぜかというと、皆さんの前でお話をしますよね。何十人もの方が自分の方を見ているわけです。当然緊張します。その中で間違いのないように、そして分かりやすいように講義をしないといけない。なので毎回の講義が本番なんです。その本番を毎週している私からすると、本当に自信持ってるかってすごい大事なんですね。自信持って喋ってる場合と自信なく喋ってる場合って、もう全然出来が違うんです。これは試験も同じです。自信を持って問題解いてる場合と自信なく自分できないんじゃないか、合格できないんじゃないかと思って解いてる場合って全然違うんですね。なので根拠のない自信を持てないかということを考えていただければと思います。ではですね、この動画でお話ししてきた4つの特徴、全部持てないという方が多いと思うんですけれども、4つのうち2つでも3つでも持てないかなということで考えていただければと思います。では今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。リアリスティック一発合格松本基礎講座。合格実績ってすごいの？合格者数は5年連続2桁。カリキュラムはどうなってるの？丁寧な導入から始まる充実したカリキュラム。教室に通えなくても大丈夫？受講スタイルは自由。パソコンでもスマホでも。テキストは何を使うの？講師自身が執筆、試験範囲をカバーしたテキスト。法律学習が初めてでも大丈夫？リアリスティックテキストは初心者でも分かりやすい。記述って難しそう。合格に直結する松本式だけの記述対策。困った時相談できるかな？受講後のサポートも充実しています。割引があると嬉しいな。さまざまな受講生に向けた割引制度もたくさん。詳細は松本基礎講座で検索。